何してるの？ああ、アナさん、建造物の邪妖化について、ちょ例えば、これ、この辺り、宝石っぽいでしょ。え、建造、いや、<笑>ま、建造物の邪妖化については地味な研究でしてね、ろくな資料もない。すべての邪妖は私が滅ぼす。違うピアニア。 銀の髪飾り1点、ラピスの腕は1点。
何してるの？ジャイオ、小悪魔系ジャイオは謎が多くてですね。どう見てもトカゲじゃん。他にもドラゴンが青い血に触れて小型化したという説もあり。いや、だからトカゲだって。イモリやヤモリの類かもしれず。さてはトカゲ苦手なのか？私を誰だと思っているんです？妖魔研究の第一人者、アルカド教授ですよ。あ、トカゲ。立て、やだ。苦手じゃん。チアルピエリア、ハッ。できた。はっ、ふっ、ふっ、あー、いいよ。
シアルフィエリア。時間だ。おや、それ、ほら、待っていましたよ、エージェントアーナス。
ヨルドに血を奉納する。力が満ちてくる。エージェントアーネス、今日は私から質問させてください。よろしく。うん、構わないよ。ルースワール島の邪妖たちはなぜか人間や家畜を襲うよりも、これまで外の世界で触れてきたものよりも、この島の青い地の方が格段に濃く、それゆえ危険も大きいでしょう。もったいぶった言い方しないでよ。何が聞きたいの？エージェントアーネス、あなたは青い地の支配にこのままずっと耐えられると思いますか？ここ夢の世界なんだもんな。正直に言うよ、ロジエクロックが青い地を巻き上げるたびに高揚感に支配される。強さの源を手に入れている高揚感だよ。その地がもともとは夜の君の流した青い血だってのにね。だから私は油断してないよ。自分の中に溜まっていくこの血は自分を滅ぼす敵だと思ってる。アーネス、あなたのその苦しみを緩和できるなら。血の提供だって？そうです、彼女に新聖女リリーティスに血を分けてもらうことを提案しています。エージェントアーネス、あなたの意見を聞かせてください。時々思う、リリーティスのあの柔らかい肌に牙を。ダメだと思えば思うほどたまらなく喉が渇く。もし彼女の血があったらどうですか？彼女の血があれば、私はこの苦しみからは解放される。では早速手配を。ダメだ。医療目的と言えば良いのですよ。あなたのためとは分からないように彼女に血を提供してもらいます。あなたたちの関係を壊すことなく、あなたは安全にリュリーティスの血を飲むことができるのです。それなら構わないでしょう。それでもダメだ。一度でも彼女の血を飲んだら私は。時間ですね。ユリーティスの血をもらう方が賢明だと。その必要はない。この話はこれきりにして。わかりました。それでは次のデスタンで。お呼びでございますか？それでは。浄化開始。
およ。それで。雲の花嫁、男を惑わす雲の邪妖がいるそうです。一体どのような邪妖なのでしょうね。この場所に目をつけるとは、さすがアーナスさん。教授、雲の花嫁、どちらが先に見つけるか勝負ですよ、アーナスさん。では、何してるの？しー、邪妖観察に決まってるでしょ。多脚型邪妖ですよ。クモ、エビ、カニなどが元になっています。半分以上魚介だったけど。いや、シーフードが食べたくて。ホテル帰って、なんか食べなよ。アーナスさん、今がチャンスです。チョコレートをくれたら餌付けされますよ。しないから。帰ります。食費削りすぎか。パトロンに泣きついちゃおうかな。あの人、誰に雇われてるんだろう。
模様のショール1点、まあこんなもんだろうな。また金儲けの話。俺じゃハントと言ってくれよ。 Hit!
お呼びで。それでは。
上。浄化開始。
何してるの？しー、邪妖観察に決まってる。精霊型邪妖ですよ。ということは青市を集めて。そんなところですね。青市が濃くなれば濃くなるほど、果たして邪妖の行き着く先は純血の妖魔なのでしょうかね。汎用であるアーナスさんを前に。別にいいよ、どうなろうと覚悟の。すみません、アーナスさん、頭を冷やしてきます。はっ、セイハン、生きた。何かいるみたいだな。慎重に行こう。ごまかすなよ。お墓から何か盗んだだろう。お宝が俺を呼ぶんだよ。
助けてくれ。こんなところで朽ちるのは嫌だ。高値で売ってくれってな。最後のは絶対違うと思う。埋葬品一つで空っぽの腹が、空虚な心が、よく金持ちだ。金を回さねば世界は死ぬ。死者より生者だ。なんか微妙に引っかかるところもあるけど。じゃあそういうことで。やっぱ泥棒じゃないか。ハッセイハッ落ちろ。行って。ハッセイハッ落ちろ。ハッセイハッ飛べ。ハッセイハッ飛べ。やめろ。私が相手だ。デモンフォーム、ケチラ。さあ、来る。さあ、テリア。はっ、はっ。さあ、さあ、ラッキー。テリア。切り裂く。さっきの邪妖なら倒したよ。だ、クリス、私に接触してから邪妖に襲われる。それって私に夜の君の封じ方を。そうだよ、私が夜を裏切ったってバレた。でもアンジェラ、そうか、仮面も壊れちゃったのか。クリス待って、あなたに聞きたいことがある。この石の手に仮面が添えられてた。あなた何か知っていることは3つ。1つ、失踪した女性は
みんな甘色の髪に赤い人二つ。10年前まで島警察は教皇庁と癒着、聖女候補の名前を有力3つ。この先に隠し部屋がある。隠し部屋？必要なことは教えた。これ以上この声で喋りたくない。本当に帰っちゃった。もう気まぐれだな。とりあえず他に手がかりもないし、隠し部屋に行ってみるか。わかった、ついてくよ。何もないな。おい黒猫、クリスが教えてくれた隠し部屋ってここで合ってるのか。爪研ぎしてるし、所詮猫だな。ここが怪しいのか。こんなところに。待てよ。綺麗な人だな。どこかの地図みたいだけど、このルースワール島みたいに教皇庁が隠して。彫刻なんか変だな。あ、やっちゃった。これ壊れたんじゃない。別々に彫った彫刻をパズルみたいにくっつけてるんだ。支配人からもらった石の手に似てる気がするな。手がかりなしか。仕方ない、引き上げるか。ほらもう行くぞ。待って、その彫刻のパーツぴったり合う。まさか。クリス、もう大丈夫なの？これが妖魔の回復力ですわ。それに言い忘れたことがあったから。どういうこと？愛したものを石化してしまう妖魔がいる。メデューサやゴルゴンなど石化妖魔と呼ばれる類のものだ。夜の君を封じる聖女候補者は妖魔が石化して消してたってこと？あらあら、何を聞いているのかしら。愛がなければ石になんかならないわ。吸血妖魔だって愛がある崇拝者の血しか美味しく感じられないでしょ。例えばあなたにとってはホテルの可愛いメイドさんよね。リュリーティスは関係ない。痩せ我慢だな。いずれにせよ、一連の事件の犠牲者は
石化妖魔の崇拝者だったということだ。愛し焦がれた妖魔のものになれたのなら、本人たちも本望であろう。そんなのおかしいよ。好きならば生きて一緒にいるべきだ。そういう風に思うのはあなたが汎用だからね。彼女たちは選択を迫られていたのだ。世界のために犠牲になるか、お前なら。どっちもごめんだ。そんなのどっちも狂ってる。なら早くここを出てあげなさい。彼女たちが命がけで選んだ選択を冒涜してはいけないわ。私もこの石化妖魔を追っている。手がかりがあったら教えよう。お帰りなさいませ、お嬢様。支配人、あの石の手なんだけど、あれはエル城の手に似ていた。ほくろやペンダクの位置までよく作られていました。まるで生き写しのように。そう。お嬢様、私は一つ嘘をつきました。彼女は私の友人でした。正確には私がエージェントとして彼女を護衛していました。そうだったの。ある日、一人になりたいと言われました。世界のために犠牲になるかもしれないのです。ほんの数時間ならと思いました。でもそれが間違いだった。その後私はエージェントの資格を剥奪され、教皇庁を除籍になりました。お嬢様のサポートをしているのは教皇庁から言われているのもありますが、私の個人的な思いからです。彼女の死が知りたいのです。彼女は心安らかに生けたのでしょうか。愛した人のために死んだと言っていた。本望だったろうって。そうでしたか。そうでしたか。あの石の手置いてきちゃったんだ。取ってきた方がいいのかな。いいえ、お嬢様が判断されたのでしたらそれが一番です。エージェントとしてのお嬢様を私は信頼しています。うん。ありがとうございました、お嬢様。今日はもう遅いです。どなたでございましょう。来客の予定はないのですが。あ、これは。間違いない、エル城の手です。一人でに戻ってきたのでしょうか。わからない。でも何か握ってるみたいだ。お嬢様、その手を壊してください。何言ってるんだ。これはあなたの友達の手なんだろう。彼女が何かを伝えるためここに来たかもしれないのです。ならば私はその意思を尊重したい。わかった。ごめんよ。メモだ。新しいリリーを守りなさい。ユリは聖女の花と言われています。行方不明になった女性は皆ユリにちなんだ名だったそうです。リュリーティスも頭文字はエルだ。私は彼女を守ることはできませんでしたけれど、お嬢様、あなたはリュリーティス様を守ってください。どんな誘惑からも、死の誘惑からも。ああ、分かってる。